時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末、熟達の忍びとなった。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。育ての義父も、守るべき主も。覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。私はかつて修羅を見ました。我国は行軍正隆なり。久しいな、フクロウのせがれよ。邪魔だてするか、巫女の忍び。狼よ、我が血と共に生きてくれ。